僕に大きく影響を与えた父の教育方針。一つ目、親が子供の課題を先に解決しない。失敗から自身で考えさせることが大切。でも、致命傷だけは避ける。いざという時は守るんだけど、答えをあげるわけじゃない。とにかく、子供が自分で考える機会を増やすんだ。よく言ってました。二つ目、君は存在してるだけでいいんだ。価値がある存在なんだ。ていうことを伝えるってことですね。根拠のない自信なんだけど、人より早く飛び込める。行動力の根っこになる。行動できる人はどうなるかっていうと、それは成功に近いですね。三つ目、得意を見つけて褒める。 子供にとって自信っていうのは非常に大きな成長のエンジンになるからです。だから得意を褒めるっていうのは自信をつけさせてあげることに他ならない。そして得意は逃げ道にもなるんだってよく言ってました。なんか一個好きとか得意だっていうのを見つけてあげれたら辛いことがあっても人間へこたれにくいし潰れにくい。こういう自信と考える力と行動力身につけたらどんな厳しい時代が来ても生き抜いていけると思います。今日伝えたことは今の僕に大きく影響を与えたと思いますが完璧だなんていうつもりはもう全くありません。一つでもいいなと思った部分は取り入れてみてもらえると嬉しいです。じゃあパチンコ行ってくるパチンコ行くんかい